クリフトンはアメリカ合衆国ニュージャージー州の北部パセイイク郡にある都市である。2010年国勢調査では人口84,136人であり、州内第11位の座を保った。2000年の78,672人からは5,464人、6.9%増加し、 1990年の7万1742人からは1万2394人、17.3%増加だった。クリフトンは1917年4月26日に、その2日前に行われた住民投票の結果に基づき、ニュージャージー州議会の方により、それまでのアクアカノンクタウンシップに代わって法人化された。クリフトンは、 北緯40度51分44秒整形74度09分37秒北緯40.862137度整形74.160393度40.862137-74.160393に位置しているアメリカ合衆国国政調査局によれば地域全面積は11.397平方マイルであり このうち陸地11.260平方マイル、水域は0.137平方マイルで、水域率は1.20%である。ニューヨーク市の西10マイルにあり、ニュージャージー州道3号線やアメリカ国道46号線に近い。その他、ガーデンステートパークウェイやニュージャージー州道9号線、道21号線も通っている。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クリフトン氏は1923年島ネジャー法の元に運営されている。政府は7人の委員による市政委員会で構成される。委員は自然体を選挙区に無党派選挙で同時期に選出され、任期は4年間である。 2010年5月の市政選挙で、ジェームズ・アンザルディが市政委員として9期目、市長として前例のない6期目に当選した。クリフトン氏は、アメリカ合衆国会院ニュージャージー州第9選挙区に属している。衆議会では、第34選挙区に入っている。パセイク軍は7人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に選出される。 任期は3年間である。毎年2人ないし3人が改選される。2011年3月23日時点で、クリフトン氏には有権者が44,550人登録されており、そのうち14,138人は民主党7542人は共和党22,851人は無党派だった。他の政党で登録したのは19人のみだった。 2010年の統計では、市民の52.9%が有権者登録し、18歳以上では67.9%だった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマが総投票数32,317のうち18,260票、56.5%を獲得し、共和党のジョン・マケインは12,848票、 39.8%、その他の候補が334票、1.0%だった。登録有権者数は44,903人、投票率は72.0%だった。2004年では、民主党のジョン・ケリーが15,597票、52.0%を得て、共和党のジョージ・ W ・ブッシュの13,120票、 43.8%を上回った。その他の候補は228票、0.8%、登録有権者数は4万1220人、投票数2万9971票、投票率は72.7%だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、民主党のジョン・コウザインが9080票、49.1%を獲得し、 共和党のクリス・クリスティの8221票、44.5%に勝利した。独立系のクリス・ダゲットが786票、4.3%、その他の候補者 H が243票、1.3%だった。登録有権者数は43,808人、投票数18,483票、投票率は42.2%だった。 市内の公立学校は、クリフトン公共教育学区が運営しており、幼稚園前から12年生までを教えている。2010年から2011年の教育年度で、地区内には17の学校があり、小学校14校、中学校2校、高校1校である。児童生徒数は11,452人、学級担当教師は771人。 生徒、教師比率は14.85である。クリフトン高校は生徒数3300人以上おり、単一のキャンパスにある高校として、州内最大である。別の場所に、新入生、約500人のための高校が、1700万ドルをかけて、新設され、クリフトン高校別館と呼ばれている。この新設には、当初反対の声もあったが、2009年に開校して、 混雑を緩和することになった。クリフトン住民のためのチャータースクールであるクラシカルアカデミーチャータースクールオブクリフトンは6年生から8年生の生徒に個展を基本にした教育を行う。2008年にナショナルブルーリボン教育プログラムによって認証された。クリフトンへの方向を示す道路表示ニュージャージートランジットのメインラインが市内を通っており、 クリフトン駅とデラワナ駅に停車する。この線はサファン駅から方々県駅をつないでいる。1966年までエリー落ワナ鉄道のニューアーク支線が町を通っており、アセニアとオールウッドに駅があった。ニュージャージートランジットはバス便も運行しており、190系統、191系統、192系統、195系統は、 ニューヨーク市マンハッタンのミッドタウンにある、ポートオーソリティバスターミナルに向かい、13系統、27系統、72系統はニューワーク市に向かう。市内では74、702、703、705、707、709、744の系統が走っている。ラッツハット、1928年開業。ありがとうございます。